えでは、えー、こちらの動画では、えー、ハードサーフェイスモデリングにおいて、えー、ディテールを入れていくための、まあ、ヒントについて少しですね、えー、動画でまとめられればと思っています。でえー、特に、まあ、あの難易度高めな内容として、ブーリアン演算が絡んできた場合の整理の仕方とかですね、そのあたりを、えー、ちょっとピンポイントで狙って、えー、説明をしていきたいと思います。まず画面に見えているのが、 こちらでサンプルとして先に作っておいた、えー、ディテールを入れた後の状態になります。でポイントはですねいくつかあって、えー、まず、まあ、この辺のごちゃごちゃして見える部分の、えー、ここですね1段階、えー、へこんでいる状態、まあ、こ,このパーツが、えーまあ、埋め込める、えー、場所を作っている状態となります。 えー、これはブーリアン演算を使って、えー、ここの部分くり抜いたんですけど、えー、その辺りがまず1つ目の作業ポイントになります、えー、でもう1つ目が、えー、このパネルラインですねこっちとこっち今モデルが分かれてるんですがここに線がピッと入ってます、まあ、このパネルラインの、えーまあ、作り方というか入れ方、えー、その辺りをちょっと重点的に説明していきたいと思いますじゃあちょっと、えーまあ、状態を確認した上でワイヤーフレームを表示します これぐにゃって見えているのは、これ3番キーを入れて、えー、スムーズしている状態だからですね。今1番キーで戻したので、こんな感じになります、実際は。で、3番キーの、えー、スムーズに対応できる、えー、モデルに作っています。えー、で、まあ、まず大元の、えー、話として、この3番キー対応させないモデル、スムーズに対応させないモデルであれば、ちょっと難易度は下がりますね。この辺の角つき、 が、えー、目立ってしまうのが嫌な場合は、えー、このブリアンで抜く、えー、円柱側の解像度をもっと上げて細かくですねカットが入るようにしないといけませんね、まあ、このぐらいの分割数だとちょっとカメラがこのぐらいまで寄っちゃうともう角つきが目立っちゃう状態となりますなので3番キーは入れてあげれた方がいいですねじゃあ、えー、ちょっと順を追って説明をしていきたいと思いますまず、えー、1段階目としてはですね こんな状態えこんな状態を目指して作っていきたいと思います。えー、ここに、まあ、パーツがはめ込まれてて、えー、こっちが、まあ、くり抜かれててっていう状態ですね。まあ、単純にその形で。その次の段階で、えー、パネルラインについては、えー、入れていこうと思います。はい、じゃあ、えー、ローポリからハイポリにあの移行していくので、えー、その辺の流れの参考にもしていただければと思います。 えー、こんな感じの、まあ、ちょっとスムーズな面を、えー、作りたいっていう場合は、いろいろアプローチはあるんですけど、えー、カーブから作ったりとかなんですけど、まあ、ポリゴンモデリングで、えー、モデルを徐々に解像度を上げていくっていう方法があります。ちょっとやってみたいと思います。えー、まずベースはこんな感じのボックス。あで、この辺からワイヤーフレームをちょっとオンでいきますかね。このモデルってこれ3番キーを押すとこうなりますね。 まあ、つまり、スムーズの機能を、えー、使うと、まあ、このぐらいまであのスムーズな面にしてくれるということです。ただ、この状態だと、まあ、この側面が、えー、少し平坦すぎると感じましたので、もう少しだけ丸みを帯びさせたいと思います。ただ、完全な球体にはしたくないですね。まあ、多少、えー、平面に近くて、でも滑らかっていう。まあ、そんな感じのちょっと間を取った形を取っていきたいので、えー、キューブからスタートします。えー 球体から作成しないののはそのためですね。この間のエッジをこんな感じで、はい、スケールしていけば、えー、ここの間の部分が、まあ、保管されてスムーズになりますね、はい、まあ大まかにはこれで,で次に、えー、モデルに対して一旦スムーズを入れてみたいと思います、はい、スムーズ <laughs> これ、ひっそり分消した時点で、あのー、もう戻れなくなりますので、えっと、1個前の状態に戻る場合は、1個前の状態を、まあ、モデル複製するとかしてですね、えー、バックアップとして取っておく必要があります。まあ、この状態だと、えー、もう少しですね、えー、この上の部分にもうちょっと丸みが欲しいのと、あと後ろの部分は下の方が少しこう、えー、太くなってほしいなと思います。 じゃあその辺りをですね調節していこうと思います、えー、この辺りでまあ、えっと、ソフト選択 B キーのソフト選択を使ってもいいかもしれないですねはいこんな感じにしてみようと思いますね、はい、これでまたサイド3番キーを押すと、まあ、結構もう、うん、だいぶいい感じの滑らかさになってますねでこの時点でですね、えーまあ、このまま次の段階進めてもいいと思うんですけど 少しだけソフト選択で移動させたことによって歪んだエッジの流れがあるはずですね。例えばこことかちょっとこう波打った形になってます。こういうところを、まあ、あの、形状が崩れてしまっては元も子もないので、崩れない範囲でま、えー、っすぐにできるところはしてあげてもいいと思います。J を押しながら拡大縮小で縮小側に持っていきますね。真ん中あたりも、 イをしながら縮小で、おそらく多分ここまでですね、えっ、ー、と、やっちゃうと、ま、ちょっと形が、欲しい形が、あの、とは遠ざかってしまう気がするので、ま、こことここ、ま、それからこことここ辺りまで、えー、直線にしておきたいと思います。はい、じゃあ、これで、えー、再びスムーズをかけちゃいます。えー、メッシュの中のスムーズ。 1> で、えー、1段階で、えー、進んでしまってもいい場合もあれば、えー、2段階スムーズ入れた方がいい場合もあります、えー、1段階のスムーズだと、まあ、当然角がカクついて見えるので、えー、なんで、まあ、このぐらいのカメラ距離であればいいかもしれませんがこのぐらいになってくるとちょっときついですね、えー、なんでどのぐらい映るかっていうところにもよってくるんじゃないかなと思いますで、まあ、今回の場合は、まあ、2段階入れちゃいます えで、これもですね、あのー、スムーズして、えー、その後作業を加えちゃうと、もう戻れなくなりますんで、えー、戻りたい場合は、バックアップを取っておきましょう。まあ、一旦これで、えー、モデルに対してヒストリー削除を入れちゃいます。はい。じゃあ、えー、まあ、ちょっと本題になる、えー、ブーリアン演算、ちょっとやっていきたいと思います。えー、まず、ブーリアン演算入れる上で、重要なのは、えー、これもちょっと、スムーズを入れてるんですけど、 まあこれが、えー、穴開けたい形状だとしますねで。こっちが穴開けられる側。この穴開けたい形状のこの分割数。1、2、3、4って数えた場合の分割数とこっちの穴開けられる側の、えー、分割数が、えー、一致しているほど綺麗に映ります。まあ、スムーズかけたときもですね、綺、え、麗、ー、になる。ので、えー、まあ、特殊ななんか理由がなければですね、できるだけ合わせます。 まあ、そう考えると、こっちの時点でどこに穴入れるかっていうのもえー、当たり付けておくといいですね。例えば、ここの間に穴を開けようっていう感じで、先に当たり付けておきます。1、2、3、4、5。1、2、3、5。五合ってますね。まあ例えばですけど、これが、あの、一段ずれる可能性もありますけどね。まあそのあたりは、えー、調節をしていただいて、あどこに、えー、穴を開けるか。 で、えー、そう考えた時に、えー、今ちょっと色変えれたら変えたいですねこうしちゃいますかねあんまり良くないんですけどちょっと分かりやすいようにそうすると12345678みたいな感じで、えー、頂点の数を数えていきます何分割必要かっていうのをここで見ておくんですねそうすると1234561212 13、14、15、16、17、18。18本の分割ラインになれば、こっちのようにですね、数が合うということになります。なので、穴を開ける側にする円柱の分割は、18分割に設定してあげます。で、これを真横に倒しますね。 結構、ブーリアン演算って、えー、こういった直面上に、えー、穴を開けるっていう場合が結構難易度が上がります。で、今、これ、縦の、えー、移動情報がですね、あの自由なんですけど、えー、ここの中間の分割ラインに合わせます。あ、で、えー、デザイン上ですね、えー、もう少し上に置きたいとかってあれば、まあ、しょうがないですね。じゃあ、例えば、えー、ここに入れたいと思います。うん、こんな感じですね。 で、えー、これ、マテリアルが2つに、あの1個のオブジェクトに対して2つ、えー、分かれていると、これ、エラーの元になってしまうので、ちょっとマテリアルを戻します。えー、で、ブーリアン演算、えー、一時的に、これはイヤーフレーム付きシェード1回解除します。あ、まあ、してもしなくてもいいんですけど、分かりやすさのためですね。ブーリアン演算の、えー、選択順序は、穴開けられる側、穴開ける側になります。えー、そして、メッシュの中の、 えー、ブーリアンの中のえー、論理差 A-B、まあ、これでえー、引き算が可能ですねはい押しますでこんな感じで大丈夫ですかっていうガイドが出ますがえー、まあこの状態でこの穴開ける側を選択して移動させるとあのリアルタイムに穴開ける場所をちょっと微調整できますがまあこの位置でいいと思いますので、えー、このまま進めたいと思います、えー、この形で、えー 確定すす。るためにはヒストリー削除を行いますあ今、えーまあ、中間の確認段階みたいな状態なんですね。この状態でカットとか進めていくと、えー、これまたエラーの元になったりするので、これでもう確定ってなったら、えー、ヒストリー消しちゃいます、はい。そうするとここのガイドがなくなりますね。形状が確定してます。で、でこ,の後まあ、このあとは、この穴開けた面をです、ね、整理していく必要があります。で、さっきちょっと触れた、えー とスムーズをかけないモデルなのであれば、えー、少し楽っていう話なんですけどスムーズをかけないモデルならこの状態で完成みたいなでここにちょっとベベル入れて完成みたいな状態にできるので、えー、楽です、まあ、ただスムーズを入れるモデルとして、えー、作成すると難易度がここから少し上がります、まあ、なぜならこれでスムーズを入れるとここの角の部分がですねすごく、まあ、汚くなっちゃうんですね、えー、なので えー、この角の部分を中心に整理していく必要があります。で整理の仕方としては、えー、マ,ルチマルチカットツールを使って、えー、こっちの、まあ、穴開けられた側のエッジの流れをこう穴開ける側に、えー、対して結んでいく作業ですね。で、えー、結び終わったらこの辺に入った不要なエッジをコントロール・デリートで頂点ごと消す。 っていう作業ですそうすると、まあ、全てのエッジの数を合わせましたので全てがつながってくれるはずですね。で、えー、それをですね、まあ、1本1本やればいいんですけどちょっと簡単に済ませるコツとしてはですねこの穴開けたいフェースをさっき確認しておきました。はい、これらを一旦デリートして。 この辺りも消して。で、これちょっと注意が必要なんですけど、頂点選択モードにしたらわかるんですが、こっちら円柱側にですね、えー、こういった部分に、あの、いらない頂点が残ってます。これらも消さないといけないですね。まとめて囲って選択、デリートで、えー、いらない頂点は消せます。こんな感じです。でそして、この穴開いた部分を閉じてあげればいいです。 で、えー、閉じ方としてはですね、えーまあ、いろいろありますけど、ま,あ、まずは1箇所、えー、ブリッジでつないで、はい、ブリッジですね。で、えー、その他の部分をこうぐるっとダブルクリックで選択して、ブリッジでつないだ、えー、両側面のエッジをあの省く。これでまたサイドをブリッジしてあげると、バッとつながりますね。 で、緑色に見えるのは、えー、これマテリアルエラーなので、まあ、単純にオブジェクトを選択して、えー、ランバート1、まあ、デフォルトのマテリアルに戻してあげれば OK です。これで、えー、全部つながりましたね。まあ、これ、再度あの、頂点選択モードとか、えー、3番キーで確認をしてみて、つなげミス、えー、ないか、頂点の過不足がないか、えー、チェックをしてみて、OK なら OK です。あでえー、このまあ つなぎ直した部分がですね、カクカク見えてしまうのは、まあ、エッジの見え方がですね、スムーズになってないためです。なので、オブジェクトを選択。えっ、ー、と、まあ、ソフトエッジ、こっちか、えー。メッシュ表示の中のソフトエッジをかければいいんですが、えー、まあ、カクついて見せたい部分もあるので、まあ、ソフトエッジ、ハードエッジで。まあ、これで OK そうなら OK ですね。まあ、大丈夫ですね。まあ、もし、あのー、そのソフトエッジ、ハードエッジでうまくいかない場合は、一旦、 ソフトエッジ全体にかけてでハードエッジに見せたい部分は個別に選択してハードエッジかければいいですはいこれで、えー、整理がうまくいきました3番キーを押してもですねさっきよりも、あのー、さっきぐちゃっとした状態だったと思うんですけどまあ今はだいぶスムーズになってくれてますねこれでえっとブーリアンと、えー、整理するっていう段階が終わりですでここからベベルを加えていきたいと思います で、これせっかくブーリアンであの1段階落としたのでこのブーリアンの効果を最大限生かすにはここにですねベベルを入れますまあやってみるのが一番早いんですけど一回ヒストリーを消しておきますえこの角になる部分に対してえベベルオプションまあ設定はですね基本的にはデフォルトのままはいで幅の部分だけえ調節をすればいいです0.2で入れてみます <laughs> まあ、このぐらい入りました。まあこの割合は欲しい数値をですね探ればいいと思うんですけどまあ、ちょっと、あのー、大きめにしてみたいと思いますこんな感じ。まあこのようにですね、えー、ブーリアンを入れたこの角の部分に光が、えー、入るハイライトが入る面が一つできると厚みを感じることができるので、まあ、ブーリアン演算を行った場合には、まあ、ほぼほぼ必ず、えー、ベベルは入れてあげた方がいいですね。 次に、えー、これを3番キー対応させるためには、このエッジ、ベベル入れた部分、これだとまだぬるいですので、えー、マルチカットツールに切り替えて、ちょっとベベルオプションは一回閉じます。マルチカットツールで、えー、コントロールを押しながら、あの、ループでカットしていきます。コントロールシフト長押しで、パーセンテージで、えー、真ん中にカット入れたりできますんで、はい、50%で入れる。こっちはまあ20%ぐらい。 こっちも20%ぐらい。これで3番キーを押すと、はい、まあいい感じにですね、エッジがシャープに見えてくれてます。で、このメリハリがですね、ここは角ついてて、でもこの辺はスムーズだよっていうメリハリがハードサーフェイスモデリングでは重要になるのではないかなと思います。なので、エッジ立たせたいところは、もうちゃんと立たせるっていうところを意識してあげますね。あで、内側もあの今ちょっとぬるいので、 こっち側にもエッジループで入れていきます。ここは1本だとおそらく足りないので、まあ、2本か3本ぐらい、うん、入れてあげるといいですね。はい。これで、えー、いい感じにいきました。えー、3番キー対応する、えー、ブーリアン演算を行ったモデルが完成です。えー、そして、えー、この辺のパーツをですね、加えていくときのポイントなんですけど、 えー、円柱とかっていうパーツをですね、ここにはめ込みます。角度を合わせてはめ込めばいいんですが、これ、できるだけ、えー、こっちの、こっちの、えー、ここの分割数と合わせます。18分割でした、先ほど。こっちの、えー、配置する円柱オブジェクトに関しても、同じ18分割に、18分割にしてあげると、ぴたっと合う形になるはずです。 でこの分割数があの変わってくるとですね、えー、ちょっとめり込む箇所があったりあの、めり込まない箇所があったり、ちょっとした隙間が生まれちゃったりするので、えー、分割数はできれば合わせてあげた方がいいですね。あとは、まあ、位置、ちょっときれいに配置したいと思います。えー、円柱のピボットポイントは今中心にあるので、えー、っと、じゃワイヤーフレーム付きシェードで,で。位置をですね、この真ん中を掴んで、えー、ここに V キー長押しで、 移動させますはいここの位置にですねこれで中心に配置ができましたのであとは Z 軸方向で位置調整ですはい、まあ、このぐらいにしたいと思いますはいあとはまあ割愛しますが、えー、この円柱に対してディテールを入れていけばいいですねはいディテールを入れていきます で、こっちディテール入れて、えーまあ、こっちのボディの方がですね3番キー対応させるので3番キーで見せるってことを考えるとこっちの内側の配置したモデルも、えー、3番キー対応させないとつじつまあ、辻褄が合わなくなりますね。なのでこっちももし3番キー対応させる場合は分割をたくさん加えてこれ適当で終わらしちゃいますが。 はい、3番キー対応させると。こんな感じですすストしておきますであとは、まあ、こういった、はい、細かいパーツを配置する場合、まあ、これはですねあの、まあ、細かければ細かいほど、まあ、こういった溝の部分って、えー、作らなくても目立たなくなったりしますんで、まあ、できればですね先ほどのブーリアン演算って結構手間のかかる作業になるので。 まあ、それで済むのであれば、こんな感じで上からパーツを配置するだけで終わらせるっていう方向性でいけるといいですね。まあ、ここに実際穴開けるってなると、結構また大変ですね。ここにブーリアン演算して、分割合わせてみたいな。ので、えー、なるべくは上から配置っていうのを意識してあげるとよくて、で、まあ、もう致命的に大きいパーツとかですね、えー、目立つパーツなんかは、えー、しっかりとブーリアン演算で一段階落としてあげた方がいいかもしれないですね。 はい、で、えー、次に、まあ、このままの流れでいきますけど、えー、パネルラインの入れ方説明していきますパネルラインの入れ方としては、まあ、だ全部とは言わないですけど多くの場合、あのー、ベベルを入れる前にパネルラインは入れてあげた方がいいです、えー、調節しなければいけないあの頂点が増えてしまうからですね、えー、なのでこれもうベベル入れちゃってるんで、えー、順序としては本当はベベル前がいいんですが まあ、ベベル入れた後に、えー、パネルラインを入れるっていうケースでちょっと進めていきたいと思いますちょっとこの辺のモデルは一旦邪魔になるので非表示しますパネルライン入れる際には、えー、必ずですね、えー、エッジを立たせるために入れたエッジループのこの辺の分割はコントロールデリートで削除します、はい、できるだけ単純化しておきますで次にどの まあ、位置にパネルライン入れるかなんですが、これはちょっと難易度が分かれますね。これ真横に、この中間に、えー、水平にパネルライン入れるっていう場合は一番簡単です。もうすでにここに分割があるからですね。あすでに分割がある位置にあのパネルライン入れるっていうのは比較的簡単です。えー、ただ、面倒なケースとしては、例えばまあこの円形の中央に縦にパネルライン入れたいっていう場合ですね。それはかなり面倒です。 なぜかというと縦にちょうど中間の位置に通るエッジのラインがないからですねそういった場合には自分でカットを入れなければいけませんでここからごちゃごちゃいじっていくことになるのでこのモデルをコントロール D 複製してバックアップで1個取っておくといいですね非表示にしておきます、えー、じゃあ、まあ、パネルライン入れていきますが、えー、カットの仕方としては、まあ、斜めに入れると かってなると,、えー、っと難しいですねこの正面ビューからあの斜めに入れるしかないですね。こんな感じで。まあ、ただ、えー、今回の場合、これ縦に入れるってなると、えーまあ、あらかじめある程度縦に入っているラインがあるので、まあ、コントロールをしながらこんな感じで、うん、分割ができてしまいます。ということを考えると、まあ、正面ビューで、えー、できるだけこの中心に。 通る位置にコントロールを押しながらカット入れたいと思いますうんそうですねもうこの辺ですかねはいこの辺ですね、はい、3D ビューで見るとこうですで今入れたカットの位置がここですねでそうすると、えー、ここが円柱で作ってある作ったフェー,ースになるので三角形になってますねここでエッジループが止まっちゃいます これ、どっちにしても邪魔なフェースになってくるので、えー、消しちゃいます。この、底になる面のフェースですね。はい、これ、デリート。で、空洞の状態になります。この方が、あの、面を整理していきやすいですね。で、ま、もっと言うと、ここのフェースも一旦消しちゃってもいいです。後から押し出しで作ればいいので。ちょっと消していきましょうかね。えー、こんな感じで、パネルラインを入れる場合には、 えっと、外側、まあ、厚みがない状態でなるべく進めてあげた方がいいですね。厚みは後から出す足すことができるので、外側であれば、えー、整理がしやすいです。で次に、ちょっと細かい点なんですけど、えーっと、今入れたパネルラインの頂点がここ。でこの辺見ると、ちょっとこう斜めに寄ってしまっているので、 まあ下の方はある程度こうまっすぐなんですけど上の方もですねある程度まっすぐなんですけどここだけちょっとカクンと落ちちゃうのがうん気持ち悪い感じですねなのでこことこことここの頂点を一旦 J キー長押しでピタッと真ん中に合わせますえそして V キー長押しで移動でまあこっちでもこっちでもどっちでもいいんですけどえピタッと合わせます するとここのラインはまっすぐになりますね。で、えー、もっと言うと、まあ、この辺の下の方の、えー、この若干の歪みが嫌な場合、ここ、歪みというか、あのまあエッジの流れがこうだから、ある程度仕方ないんですけどね、えー、こっちのあたりが嫌な場合は、えー、そうですね、多分このぐらいここから、あこっちに繋がっちゃうか。 からこうしてはいこうえここまでをまあ直線にするためにえ R キー J キー長押しタっとくっつけるで移動に変えてえここにタっとくっつける V 長押しですねこれでまっすぐにすることはできますねえただこれをやるとまあこの辺のさっき えー、配置してあった場所と、まあ、位置がずれる箇所は結構歪みます。なのでこういった作業をした場合には、えー、この辺の歪んでしまった箇所を周辺を整理しないといけないですね。<laughs> まあ、例えば隣のエッジまで、えー、少し移動させてあげるとか。こことここも少し移動で。 でこの辺りはおそらくまあ本当に完全に綺麗な曲線を描くことは難しいですね。なのでなるべく目合わせで綺麗になるように調節します。ここは直線化にしてもいいですね。でこうですね。はいだいぶ整理ができました。 で細かいんですけど細かいんですけどこれだけでもちょっとまだ歪んでてなん、まあ、でかっていうと、まあ、あの上下方向の位置が、えー、例えばこの位置にあったものを横にずらすとこっちとの差が大きくなっちゃうんですよねこっちの方が下にあるからなので、えー、これは正面ビューからここが今へこんだような印象になってますが正面ビューから頂点単位でスムーズになるように 上下方向を調節する。ここからここまでの間をですね保管するように、はい、この辺もでまあこういった作業って、えー、この分割を入れてしまう前のモデルがあるとそれをガイドにしてあの位置を合わせていくことがやりやすいのであ 例えばこれちょっと複製してスケールマイナス1に入れてあげると右側が左側に反転しますね。これ3番キーを押して、で、この位置を見ながらえこっちの自分でカットを入れたモデルをはい調節して合わせるっていう。例えばここの位置がこんな感じでずれてたら、この位置をこうガイドのラインに合わせる。こっちの 先に作ってあったサンプルの方が邪魔なんでしますね。えー、と、このモデルを編集していきたいので、ここがちょっと歪んでる気がしますね。この辺も歪みを合わせる。 ちょっと状態見てみます。まだちょっとこの辺ごちゃごちゃして、えー、シェーディングが見えている部分あるかもしれませんがこれはあのー、スムーズに見せる、えー、エッジの表示を変えればソフトエッジハードエッジ、はい、解決する場合が多いですちょっとまだちょっと気になりますねもうちょっとだけ調節したいですね あと、ここの部分もさっき移動させてしまったので、えー、これも、こんな感じでガクッとずれてます。ここも調節します。で、上下方向は大丈夫そうですかね。まあ大丈夫そうですね。ここも。はい、これでいいですね。はい、こんなもんですね。 まあまあ、この辺に見える若干のシェーディングのこの辺に見えるじゃ若干の凹凸これはパネルラインが実際入るので、えー、気にならなくなります、まあ、こっちもそうですねあこっちはまあほぼなくなりましたけど、まあ、この辺に見える若干の盛り上がりみたいなシェーディングの表示は、えー、これはなくなってくれます、えー、じゃあちょっと準備が終わりました、えー、これ外側だけですね、えー、整理していった形になります、えー、フェース選択モードで <laughs> 右左分けますえー、っとカットを入れたのがここですねはいここを境界にして右のパーツ左のパーツで分けてパネルラインにしたいと思います、えー、抽出の機能を使います、えー、ヒストリーを削除はい右左で分かれましたちょっと分かりづらくなってくるので、えー、ワイヤーフルムスきシェードで で、パネルラインの入れ方としては、ちょっと分かりやすいようにこんな感じで、話しておきますが、このエッジ、えー、断面になるエッジですね。えー、これらを、まあ、1段階押し出します。で、この状態で押し出すと、押し出すとですね、まあ、ここの部分が、あのー、なんて言うんでしょうね、ま、えー、っすぐ押し出すことができなくなっちゃうので、なので、戻りまして、えー、これ順序分けて、 方がいいです、えー、こんな感じで、えー、この円柱にしたい部分は除いて、まあ、単純にこのさっきカットしたエッジ分をまとめて選択でコントロール E で押し出しでそのまま R キーで、えー、縮小しますで縮小する際には <laughs>、えー、この赤いラインですね赤い方向これで縮小 しておくと、えー、この x 軸方向には移動しなくなるので、まあ、きな厚みになると思います。はい。で、えー、っと、気になる点としては、ここの、この辺の頂点が、えー、内側に入りすぎている、この辺の頂点がちょっとずれている点ですね。そこだけ、えー、修正していきます。こっちに合わせる、こっちに合わせる。こっちに合わせる、こっちに合わせるですね。 ちょっとここの段差も気になるのでここに合わせておきますはいまあいいですねでその後で、えー、ここ、えー、円柱側のエッジをコントロール E で今度は W、えー、奥に押し出していきます <laughs> でこれだとちょっと浅すぎますねおそらく ちょっとパーツの大きさにもよりますけど、ちょっと浅く感じるので、もう少し深くしておきます。で、それから、えー、さっきは平面的な、えー、っと底になってたんですけど、えー、今回はあのちょっと角度がついちゃってますんで、これは R キーで Z 軸方向を縮めておきます。これで平面的な底になりますね。はい、そうすると、 えー、ここのエッジはこっちとつなげていきたいので <laughs>、はい、こうして、えー、結合あ結合というか中央でマージですねはいこれで状態確認すると3番キーを押すとこんな感じですねこれも完成しているようなものです えー、先にですねちょっとベベル入れていきたいとこなんですけど先にこっちも同じ作業をしてしまいたいと思いますえー、こ,こもうササッとやっちゃいますがちょっとこっからガクッとまあそんなに気にならないんですけどガクッと移動してるのはちょっと気になるので、まあ、中間取っときますね はい、じゃあ移動させた分を戻します、えー、ヒストリーは削除しておきます、えー、これでパネルラインを入れる準備ができました、えー、もうこれ最後の段階として、えー、この角の部分に分割を、えー、ベベルかベベルを入れますはいこんな感じでベベルを入れたいエッジを全て選択したら ペペルオプションを開いてペペルを入れます、はい、このぐらいの厚みで対になるようにですね、えー、ペペルの厚みは揃えてあげてもいいと思いますちょっともう少し小さくてもいいですね、うん、このぐらいでいいですねはいじゃあまたヒストリー消してじゃあワイヤーフレーム切ってみますまあうまく、えー、パネルライン入ってくれましたね じゃあ最後に3番キー対応させるための分割を加えます。ちょっとこれ適当にやっちゃいますけど、はい、3番キー押してみました、えー。まあいい感じですね。近くによってもちゃんとスムーズに見えてくれます。かつ、えー、エッジの整理を行ったので、えー、シャープに見せたいところはシャープに見えてくれます。で最後にこの空洞になってしまったところなんですけど、えー、ここは あのモデルを置いたときに、これモデルですね、置いたときに、まあ、ほとんど影になって隠れますんで、えー、なので、まあ、かといって何も置かないと、ちょっとあれなのであの、空洞が見えちゃうと嫌なので、まあ、分割数低めのですね、えー、こんな感じのフェースを配置してあげて、えー、修正中央にポットポイントを移動。 こんな感じのモデルをここに配置してあげて、これで完成でいいと思います。こんな感じですね。で、これが配置されたときに、もうちょっと隙間から空洞に見えてしまうこともなくなりますね。はい。じゃあ、えー、とりあえず、まあ、流れの中でですね、いろいろなポイントはあったと思うんですけど、 トブリアン演算から3番キー対応にする手続き、それからベベル、えー、パネルラインへと、えー、説明を広げていきました。ちょっと難しい内容にはおそらくなるんじゃないかなと思うので、計画的にですね、進めないと難しくなると思うので、まあ、一つの参考にしていただければと思います。